デラルー公開有限会社は、セキュリティ印刷、停止、紙幣鑑別システムを扱うイギリスの企業、ロンドン証券取引所上場企業、フッツ二250構成企業の一つである。ハンプシャーベイジングストークに本社を置き、タインオイアゲーツヘッドに工場を持つ。デラ、ルー参加のデブデンセキュリティプリンティング株式会社。ここで、 イングランド銀行券が造幣されている。高度なセキュリティ印刷技術、製紙技術を持ち、それを強みとした150種以上の紙幣製造を受け負う。デラルーの紙幣が採用されている銀行はイラク中央銀行、イングランド銀行、グアテマラ銀行、ケニア中央銀行、スコットランド銀行、スリランカ中央銀行、フィジー準備銀行、マケドニア共和国国立銀行、 マンシマ政府、ロイヤルバンクオブスコットランド等がある。また、かつては、スイスの紙幣も製造していた。紙幣の他に、パスポート、商標、収入印紙トラベラーズチェック、運転免許、銀行小切手、切手といった、セキュア文書の製造を手掛ける。紙幣鑑別システムの技術を使った紙幣カウンター、紙幣分娩付き、貨幣分別機、ATM、 発見機など、現金処理機に類する機械の製造。クレジットカード、紙幣、その他セキュア文書に必要なホログラムの印刷を手掛ける。1843年に海外輸出の販路を初めて確立。トーマス・デラルーが当時デザインしたトランプは、今日使われる標準的なトランプのデザインの基礎となっている。このトランプ生産事業は百六十九年。 ジョンはディントンに売却された。希望峰の三角切手紙幣と同様、ウォーターローオーサン社、パーキンスベーコン社と並んで、イギリスやかつてのイギリス植民地向けに切手の印刷を手掛け、希望峰の三角切手など有名な切手を生み出した。デラルーは1881年に初めて実用的な万年筆を開発したと主張している。 その真偽は証明するのは困難であるものの、イギリスの先導的な万年筆メーカーであったことは、事実で同社の製品は、オノトのブランドネームで知られている。イギリスでの生産は1958年に終了したが、さらに数年の間はオーストラリアで生産が続けられていた。その独特のオノトプランジャ方式は、 日本のインク止め式万年筆を消化させた形態とも取れるがオリジナルはおのとである。経年変化によりラバーパーツの効果等で吸入不良が起こるが修理可能。ただし修理には熟練を要する。日本では数社が対応している。1911年にはマルゼンからの注文を受けてオリオンのブランドネームで普及型の万年筆を発売する。当時の値段で オノと万年筆が N 号無色が6円と高価だったのに対して、オリオンは無飾りが2円80銭と安価であった。オノとの普及品として発売されたオリオンは人気を博し、万年筆が一般に広く普及するきっかけとなった。夏目漱石はマルゼンでデラルーのペリカンを購入した、物の,のインク量の調整がうまくいかず原稿用紙を汚したが、内田ロアンから送られたオノトは、 大変、心持ちよくスラスラかけて愉快であったと評したエッセイを、マルゼンのカタログ、一万年筆の印象と図いカタログに寄稿している。マルゼンは、創業140周年記念として、実際に、漱石が使っていた、おのと万年筆を再現した、漱石を3本限定で販売している。なお軸は、神奈川近代文学館が所蔵している実物を、 参照しているが、ペン先は棺に収めて仮装したため、長原義義義が当時の資料を参考に再現している。ありがとうございます。